れたらいくら返すの？ 100？ 3万円でいいでしょ。誰が考えたって利率が安い方が、じゃあこんだけで貸してくれるんだったら200万円にするよ僕はって言いたくなるでしょ。100万円借りて100万円返さなきゃならないんだったらちょっと渋るけど、 3% で103万円にしてくれるんだったら200万円借りて206万円返すことにするよっていうふうに言いたくなる。それが世の中に対して少ないお金がだんだん増える、どんどん、じゃあそんなに安くしてくれるんだったらどんどん借りるよって言ったら、そんなに安くしてくれたから安い金利で会社に貸そう、だから会社も、あ、安くしてくれる、じゃあもうちょっと借りるよっていう形でどんどんお金が流通して仕事が増えていくんじゃないのかな。それが肯定具合を上げたり下げたりして世の中の景気を調整するという役割になるということはやってました。答えは下げるということですね。答えです。7番は下げる。3番労働者について次の問いに答えなさい。括弧1、労働組合を結成する理由は何ですか。さあ、じゃあフィズル、労働組合を結成する、じゃあ前回のことを思い出してください。労働組合を結成することができる権利のことを 何権と言った。何権と言った。団結権。団結権を認めるっていうのは、なんで団結権なんかを認めた。いいじゃん一人で団結なんかしないで一人で言ってきゃいいじゃん。給料上げてちょうだいよ、ちょちょっと社長のとこ行って、あ、すみません、給料上げてください言ったら、社長は、そうふざけんなバカ野郎、給料なんか上げてるような状況じゃねえよ今って一人に言われたら言い返して、帰ればバカ野郎って言えるでしょ。でも、なあなあ、俺一人で言っても社長絶対に問題ばかりだから、ちょっと100人ばかし集めるよね、従業員って。で、従業員100人でやって最初のところ行って、みんなで給料上げてくれないと会社辞めますとかって言おうぜ、そしたら社長ビビんじゃねって、100人で社長のうち行って、すみません、みんな生活に困るんで給料上げてください、社長バカ野郎って言えるかどうか、言うかもしれないね。いいわ、社長、会社どうなってもいいから、お前らみんなそんなこと言うと辞めちまえって言うかもしれないけども、一人で言っていくよりも100人に辞められたらちょっと俺も困るな、分かった、じゃあいやちょっと上げるから、これってどういう状況。そのことを、まあ、今みたいな物語をここに書くわけにはいかないからね、うん、一人で言ったらバカにされたもんですから、みんなで言って社長をビビらせましたっていうことをここに書くわけにはいかないので、それをちゃんと答えになるような書き方をするにはどうしたらいい。今のこと書いても多分罰にはされないと思う、社長をビビらせるとか罰じゃないけど、それじゃあまりにもこの公民のテストの答えにするにはちょっと恥ずかしい答えになってしまうので、今の僕が言った物語をちゃんとしたかっこいい日本語で、論理的な日本語で書くにはどうしたらいいか、こうしていったらいい。労働者と社長のこと何て書いてある？何社？経営者。普通ならどちらが強いの？経営者が強い。後者が
対等な立場で、その給料が高い安いのことを何というの、そういうかっこいい方で何条件という、労働条件という、100人集まれば、もしかしたら対等な立場でその労働条件、給料についても休みについても取り決めることができる可能性が高まるよね。だから労働条件を取り決めることができるようにするためというふうに書くのが、まあ、全部の答えじゃないかなということです。括弧に労働三法を3つ答えなさい。これも覚えてるか覚えてないか。まずは労働基準法、もう一つは、組合法、最後は、これがまあ一応難しいけど普通知らないな。何か、まあ、一個ずつ、まあ、これぐらいなら記憶できるかなと思うけど、何を定めてるのかって言ったら、まあ、マルチの労働組合法に関してはこういったことができるよ、その労働組合の結成の保証すると、労働組合作っていいです、それに経営者といえども逆らうことはできませんっていう法律を作る、それが労働組合法。で、労働基準法ってのは何かって言ったら、賃金や就業時間と勤労条件、労働条件に基準を持たせる。あんまり安すぎる給与で働かせることがないように、最低の賃金とか、休みなしでぶっ続けてやらせるっていうことがないように、あらかじめ経営者に対してストップをかけておく。給料はこんぐらいが妥当でしょう、休みもこんぐらいが普通は取らせるようにしなさい、それでも働かせるんだったら追加の料金は賃金は払いなさい、残業代払いなさいよ、そうしないと罰しますよというようなこと、労働条件についてを定める。そして労働関係調整法というのはどういうことかというと、この上のこととのように労働者と経営者がじゃあバチバチ喧嘩しちゃって、おじゃあ社長もね、おそんなことになったらおめえら やることまでやってみろみたいなことやって、ストライクが起こっちゃってずっと働かないということになると、これ日本経済にとってどう悪いでしょ。その社長の性格によってはそんなこと100人できたったって、そんなんだったらみんなクビだバカ野郎みたいな話になることだってあり得るでしょ。いくら団結してみんなで対等な立場になったからといってそれを受け入れる経営者ばかりじゃないし、で、あんまりその組合の方が力を持っちゃって全然もう会社が動かないようになっちゃっても困るというような形なので、その関係を調整する方法、あの法律だから目的は最低などにより大規模な葬儀ストライキなんかを避けた方がいいよ、そういうふうにするための調整する方法、法律を作ったということ、この3つです。
組合を作ることを保障する法律、労働条件をあらかじめ決めておく最低条件、ね、これ以下にはするなということを労働者を守るために決めておく、そして実際にドンバイする権利は持ってるんだけども、ストライキが起きちゃうとお互いにとって損することが多いので、その以前に最低されていっていきます。まあ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 、そうやな、お互いにちゃんと話し合いましょうよっていうようなこと、その話し合いの調整に関する法律を定めた、この3つが労働三法と言われています。以上です。プリントの16番、国民生活と福祉1、政府の経済活動で供給される学校や図書館、道路などの公共施設を何というか、これは何というんですか、社会資本、政府の経済活動で行う学校教育、医療、警察、消防などの活動を何というか、これは公共サービス、例えば救急車に呼んでもいくらですとかって言われないよね。学校教育、学校で授業を教わったからといって授業料いくらって払わないよね。そういうようなことを公共サービスという。3、国が集める税金を何というか、これはいいでしょう、国税と言いますね。地方公共団体が集める税金を国税に対して何というか、地方税と。国税の中で最も多くの割合を占めるのは個人の収入に対してかかる税金である。これを何というか、何、所得税と言います。これが最も多いので、で大体国税の、まあこれは別に問題とは関係ないけど、国税の割合一番多いのはこれで言った所得税です。33% 次、法人税、これ 23% 程度。次、消費税、これが 22% 程度で、その他、例えばタバコ税だとか何とか、だからこれが答えです。6番、直接税と間接税の違いを説明しなさい。じゃあちなみに分かってるかどうかでしょう、藤田君。所得税は直接税ですか、間接税ですか。どっちお願いします。直接税。本当？じゃあ、藤井君もう一回。消費税は直接税ですか、間接税ですか。両方とも反対だよな。じゃあ、まあ今答えを言いましょう。所得税は直接税です。消費税はその反対で間接税です。この違いは何なんでしょうか。考えて、所得税ってのはどうやって払うか、消費税ってのはどうやって払うか、どちらも誰で払うか、誰、どっ
どちらも最終的には国に払うんだけども、それを払ったものを直接に国に行くのか間接的に国に行くのかっていうことの違いで、直接で間接でと言います。ちなみにじゃあ君たちが将来会社に入って給料稼ぎました、その給料の割合、ある一定の割合、まあ、それはたくさん稼ぐ人とそんなでもない人っていうのは税率が変わってくるけども、とにかく一定割合を誰に納めるの？国に納めるでしょ。自分が稼いだものを何、間接的に直接的に何つった、どっち、直接的に納めたね。分かったでしょ。じゃあ藤田君、消費税っていうのはどういう払い方をしているか。さっき言った消費税も国税です。で、払う人は誰、消費者。じゃあこのマジックを文房具屋に行って買いました、これ100円だとする、消費税はいくら、5バーだから5円、その5円は誰に払った、店の人。その店の人はその5円をポケットにどっか行っちゃう、そうじゃないよね。年、ある一定の時期にその5円、まあこれで5円を儲けた、この脳で3円を儲けた、あの脳で5000円儲けたとかいろいろあるわけだ。で、たまって消費税っていうものをその店で預かった、みんな買ってくれた人から預かった消費税を誰が、誰に払うの、最終的に。この税金は誰に払うの、国。さあ、払ったのは誰だった、自分、消費者。でも、消費者が国に払った、そうじゃないね。誰が払った、店屋が何的に払ったの、間接的に払った、こういうことです。だから、それを日本語にすればいい。なんていうか、直接税は納税者、お金を負担する人、あ、ごめん、納税者、負担する人じゃない、納税者、実際に払う人。だこの消費税の場合は店屋さんと消費者は負担者。間接税は納税者と負担者は何て言ったらいい、一致しない。でもこれ直接というのか、これは間接、預かってくれて店が納税者となってくる。でもそれを負担しているのが買った消費者、そういうことです。かっこな、次の5分にあるアからキの税金を直接税と間接税に分けなさい。これは今言ったようなことを考えながら、その税金のことをイメージできるかどうかと。消費税、これは間接。法人税は直接。会社が儲けたら一定割合を国に直接だから直接税。この関税ってのは難しい。ちょっと関税を置いておこう。え、固定資産税。固定資産税って分かる？資産を持っている、家を持っている人はお金を市に払わなきゃならない。これは
市町村に払わなきゃいけない。ってことは、納税者と負担者が一致してるしてない、どっち持ってる人なのかな、それが市に直接払うのかな、直接だよね。タバコ税、タバコ税は関税税、だって消費税とほとんど同じだもんね、やり方は。タバコ屋さんにとりあえず払う。で、タバコ屋さんがそれを預かるだけ預かって、国に払う。次、相続税。これは直接だね。これはもう分かるよね。親が死んだら資産を譲り受ける。でも、その一定割合を直接国に、その、何相続を受けた人が払う。非所得税は、うん、これでやった。さあ、残るが関税。関税って考え方がすごく難しいんだよね。関税ってわかる？関税ってどういう時にかかる税金？物を輸入した時だよね、外国から。あれ、歴史でもやったでしょ。不平等条約っていうのは関税自主権とかなかったから、日本が自分でこの商品を輸入するときにこれだけの関税をかけますってことは自分で決められなかった。で、その税金、輸入する、この輸入するときに関税を、国税だからね、関税は国に払うのは誰ですか？輸入品の関税は国に払うのは誰？すなわち納税者は誰？誰？輸入品を輸入しました。A 社という会社がある品物を外国から輸入しました。輸入したので関税がかかります。その税金を納めるのは誰？ A 社でしょ。ということは輸入業者で。ということは直接なの？関税なの？どっち？直接かなと思っちゃうのね。でもちょっと待ってよ、この人輸入して終わりじゃないよね。どうすんのこの人、その商品どうすんの？販売するよね、国内で。で、この販売するときに販売価格ってあるよね。外国のものって普通の国内のものよりだいたい高いの安いの。まあ一般的にその贅沢品として、クラウンと BMW どっちが高いの？ BMW の方が高いよね。それは輸送費っていうものもあるかもしれないけども、何？関税の部分もあるので高くなったりというものでしょ。ということは販売価格に乗っけてるってことでしょ。だからこの輸入業者がすごくいい人たちで、その関税を負担してくれてるわけではない。自分たちはそれを負担しないで販売価格に上乗せしてやる。そうするとその部分、関税の部分を負担、さっき言った負担してる人は誰なの？消費者。こういうことがあるので、払う人、納税者は輸入業者、負担者は消費者。するとこれはどっちになる？関節、こういう感じだ。だからこの関税以外はパッパッパッと答えられると思うけど、関税に関してはちょっと頭をひねるんだと、あれどう、輸入業者が払ってるの直接じゃないかなって。
ていうふうに思うけど、実際に輸入業者はそんないい人じゃないと。結局は販売価格に上乗せして負担するのは結局は消費者だと。だから輸入品、輸入贅沢品っていうのは高いということになる。税金には課税対象の金額が多くなればなるほど税率が高くなるものがある。丸一、この仕組みを何というのか。これはさっき言った、ちょっと言ったね、所得税に関して、ものすごくたくさんの所得を得る人は所得税率が高くなる。でも給料が安い人は税率が低く抑えられる。そういったことのその仕組みを何という。累進課税。7の5分からこの仕組みを取り入れているものを全てであるって。さっきの今崩す。消費税は累進課税か累進課税でないか。消費税何パーセント？ 3?5% ですね。これは高いものを買っても 5%、 安いものを買っても 5% ってことは累進課税じゃない。法人税、これは知らなきゃ分からないね。法人税は 30% で決まってる。どんなに利益が多くても利益が少なくても 30% で固定。なのでこれは累進課税じゃない。関税、関税も別に高いものとかって関係ない。率は決まってる、関係ない。固定資産税、固定資産税だって決まってる。額は大きくなるね。パーセンテージが一緒でも額が大きくなれば絶対額が増える。それは当たり前の話であるけども、率は変わらない。お、タバコもそう。じゃあ、かは相続税の、この相続税と所得税だけが累進課税です。か、もうお金持ちには厳しいこと。政府が収入を得てさまざまな用途に支出する経済活動なんていうか、政府、三角形の政府の動き、それは何て言います？財政。家計にもできないこと、企業にもできないこと、財政。政府が国民の税金を使って、その2つの残る2つの経済主体ができないことで、これは財政。10番、括弧内の5区のうち適する方を選べ。10番、一般に不景気の場合、公共事業への支出はどっちですか。不景気、黙ってれば民間だけに任せてると不景気というのはお金が回らないので、財政としては公共事業の、公共事業の支出はどうしたいの。増やしたいわけね。で、税金はみんなお金がなくて困ってるんだから、それ税金はどうしたらいいの。減らす。し、減税。苦しいのにまた増税してたくさん税金を下ろしてたら、もう何も経済が回らなくなっちゃう。なので国は仕事を増やすために公共事業を出して、世の中に金が回るようにして、なおかつ取る分が少なくする。税金が少なく、 A、C。
括弧11番予算とは別に行う公的資金の投資や融資を何というか、これは財政投融資と言います。12番、物価がどんどん上昇していくことを何というか、これはインフレーション。逆に次13番、下がっていくことデフレーション。14番、好景気の時に起こりやすいのはインフレなのかデフレなのかどっちでしょうか。好景気っていうのはどん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 どうなるの、お金がたくさん出ちゃってることだから、こっちインフレ、それです。15番、租税収入の不足を補うために政府が行う民間からの借金を何て言うか、政府っていうのは、まあ、国であったり地方公共団体だったりするんだけど、このことを公とかね、公が民間から借金することを何て言うか、さっき言った郵便貯金、郵便局が金融機関である、郵便貯金を預金として普通の人たちから集めて、郵便局は特に何を買ってた、国債を買ってた、国が借金をした郵便局から、それは国は国だから国債というけども、まあ一般的には公債という公の借金という意味で公債。そして16番、そのうち国が行う借金は何という国債という。17番、だからこういうことだね。16番と17番をひっくるめて公債というけども、地方公共団体が行う借金は何という地方債と。こんなところでこれで16番終わり。で最後17番で、時間が余ればこの間やらなかった丸1に戻りますけども、1、憲法第25条、生存権に基づき生活が困難になったときに個人に代わって国が生活の保障をする制度を何というか、これは社会保障制度というか。社会保障制度の種類には公的扶助、社会保険、社会福祉、公衆衛生の3つがある。それぞれの内容について A 群、B 群から1つずつ選び記号で答えなさい。1、2、3、4、1が公的扶助、2が社会保険、3が社会福祉、4が公衆衛生、この中でね、1と丸3が、丸1と丸3がちょっと分かりにくい、何がどっちがどっちなんだろうっていうところなんだね。で、まあ、ざっと言うと、公的扶助っていうのが主に貧困者、貧乏な人助けるで、社会福祉っていうのが社会的弱者
だから障害者だとか、あとは誰、子供だよね、児童とか、あとは社会的弱者としては年寄り、高齢者、国民全体が健康に生活できることを目指す。社会保険、保険って書いてあるんだから、保険ってのは何でもない人が何でもない時に、さっき言った生命保険で掛け金っていうのをかけておいて、で実際に困って病院に行かなきゃならないとかっていう時に、お医者さんのお金が取ってもらう時に、その保険の部分でちょっと賄うということ。だから掛け金をかけなきゃいけない。これは税金だよね。税金、これは自分が負担しなきゃならない保険というものでやる。ただしこれは国でやってることだから強制保険、絶対に入らなきゃいけない。全員がやればちょっと